東京陸軍刑務所飛行士消死事件とは、第二次世界大戦末期の山の手台空襲の最中に起きたアメリカ軍捕虜の消死事件、墜落米軍機捕虜消死事件などとも呼ばれる。1945年5月25日夜から26日未明にかけて、東京に470機もの B29 爆撃機が、飛い、それまで空襲を免れていた。 東京山の手に大規模な空襲を行い、死者3651人、消失家屋16万6000の被害をもたらした。この空襲で、渋谷区の東京陸軍刑務所も猛火に包まれたが、米国側の主張によると収容されていた、日本人の囚人約400名は救出されたのに、対し、以前の空襲で撃墜されて、捕虜となっていた。 米兵捕虜62名は留置場内に置き去りにされ、焼死、さらに逃れ出ようとした、数名が、監守により残殺された。一方日本側は、米兵が収容されていたのが一番奥のブロックだったため救出が遅れたこと、監守は留置場の扉を開いて、米兵のうち23名を、牢から出したが、兵に阻まれて、逃げ場を失い結局焼死したもので、不可抗力だと主張した。 1948年3月末から7月、初めにかけて行われた横浜軍事法廷における b c 級戦犯裁判では、東京陸軍刑務所長の田代俊夫陸軍大尉、監視長の越川正夫陸軍将尉、そして米兵残殺への関与が問われた監修の奥保馬太一、放送長、上本刑事公軍装、神戸発明防軍装の5名に死刑判決が下った。 戦争末期に陸軍刑務所に収監されていた際に、田代から優遇を受けていた吉田茂がマッカーサーと交渉を行い、書類審査の結果、田代は懲役40年、越川は懲役30年、大久保、上本、神戸は懲役10年にそれぞれ減刑された。その後田代は釈放されて僧侶となり、戦没者、警視者の冥福を祈りながら余生を過ごした。 ありがとうございます。